ではただいまから12月24日日曜日ファンクラス340ファンクラス30周年記念大会ボリューム2横浜武道館大会初代アトム級女王決定4人トーナメント未定であった1枠の参戦選手の会見を始めさせていただきます。では BB メイ選手どうぞ。3選手出場の会見を前回させていただいたときにちょっとお話しさせていただきましたけども、海外の選手で、考えていたアメリカと韓国人の選手が、ぼんやりとは、いたんですけども、会見を数日して、BB メイ選手のマネージャーから連絡があって、残り1枠まだ空いてますか？で、いう問い合わせがあったんですね。で、空いてるというか、ちょっと外国人選手で予定はしてますけどというところで、実は一旦保留にさせていただいて、たんですけども、その際に聞いた BB メイ選手のこのトーナメントに、なぜ参戦するか、っていうのをことが、とても重いなっていうふうに考えて、それで、3日後ぐらいにマネージャーさんの方に BB メイ選手でお願いしますっていうことを、伝えさせていただきました。では、BB メイ選手がどのような思いでこのアトム級トーナメントに参戦するのか、本人の口から、皆さんにお話していただきたいと思います。ではお願いします。BB メイです、この度はファンクラスアトム級トーナメントに参戦させていただくことになりました。最初のトーナメントの参加者の3名が発表されて、で4人トーナメントということで1枠空いているのかな、まだ未定なのかなっていうふうに思いまして、でその発表があってからファンクラスに参戦させていただいた時のことをいろいろとこう思い出しまして、まだ女子がですね、男子のカードの中に女子のカードが入ってくるっていうことがあんまりまだない時代 でそういう中でファンクラスで初めての女子の試合がメインイベントにしていただいたことをですね、すごい思い出したんですよね。本当に最初発表された時に名前が一番上にあったので、この大会は第一試合が一番上に書いてあるのかなって本気で思ったんですよね。で、あ、そうなんだと思ったら、いや、メインイベントですっていうふうに言われて、ファンクラスが本当に女子を先駆けて評価して、男子の試合の中にそういったカードを組んでいったっていうのは他の大会ではなかったことだと思いますし、でそういったことがすごいいろいろとこう脳裏にこう思い出がこう浮かんできまして、でそこから長い年月が経って女子がどんどんこうフューチャーされるようになって、で他の団体でもいいカードが組まれたりですとか、いい選手いっぱい出てきているんですけども、そういった中で私もいろんなところで試合をさせていただいて、でそこでこのアトム級トーナメントというのが発表されたので、いやこれはいろんなところに出てきたけれども、やはりこのトーナメントには私はぜひ参加させていただいて、今までこのファンクラスから始まっていろんなところで学んできたものを全てを出し切りたいなと思い、ぜひ参加させてくださいとお願いしました。はい、ありがとうございます。
大丈夫ですか。はい、あ、そうですね。で、もちろんこのトーナメントも絶対にベルトを優勝して取るという思いで戦います。で、もちろんベルトを取ったら防衛し続けられる限りは防衛します。ただ、負けたらそこで引退しようと思っています。では質疑応答に移らせていただきます。他の3選手の、顔ぶれを見て思ったことっていうのは何ですか。はい、サラミ選手とジェニファン選手は対戦したことがありまして、でサエコ選手はまだ対戦したことないんですけれども、みんなそれぞれ勢いのある選手だなと思いますし、コンスタントに試合をしていて、で対戦経験のある選手も、まあ、前回とはまた全く違った技術ですとかいろいろなものを培ってきていると思うので、まあ、誰と対戦してもすごい楽しみだなと思いました。じゃあ組み合わせで誰が来ても。そうですね、誰が来ても、まあ、今まですごい強い選手と対戦するときに自分も同時にこう引き上げられるような部分があったんですけど、自分、まあ、そういう相手によりけりじゃなくて、いつでもこう面白い試合をできなきゃいけないなっていうふうに思ってます。はい、ありがとうございます。ファンクラスのベルトに対するそういう思いはどうでしょうか。歴史のある団体のベルトを巻くっていうのは本当にすごいことだと思うんですよね。これだけ長く大会が続くっていうのはそれなりにやはり素晴らしいものがあるからだと思いますし、運営する人々の思いですとか参加する選手の思いとか本当にこう堅実というか、もう絶対にそうちゃんとしたものでないと絶対続かないと思うので、そういう歴史があって非常に信頼のある大会のベルトはもう絶対に巻きたいんですね。その負けたら引退、じゃ負けたら引退を確実に決めたぐらいの時期と引退をおぼろげに考え始めた時期、なぜその時期に決定的にじゃあもう負けたら引退と思うようになったかをちょっと説明していただいてもいいですか。そうですね、はっきりこういつっていうのはちょっとあまり覚えてないんですけど、まあ、ずっと海外でやっていった時期が長くて、でそこで、まあ、いい思いもあれば苦しかったこともあり、で、まあ、そういったことを乗り越えながら戦っていたけれども、まあまあ、嬉しいこともあったけれども、きついことの方がはるかに多くて、で、まあ、だからそんなにそういったことを続けるよりも、最後、有終の美を飾って、スパッとやめた方が、なんか自分に対してこう自分を大事にできるかなと思ったんですね。燃え尽きたいとか、そういう発言もあるんですけど、いい選手でいうと、なんですか、辻選手であって、時代を変えた瞬間とかもあったわけで、なんか自分の中で、このトーナメントに関して、野望とか、勝つイメージとか、バイルトーマックスとか、そういうことでイメージすることに関してあることがあれば、おっしゃってください。はい、やっぱり、若い頃のがむしゃらな気持ちとか、その当時の、この何が何でも勝つとか、そういった気持ちをもう一回
思い出して、もちろん試合運びですとかそういったことは大事にするべきこともありますけど、技術の面でそれでもやっぱりフィニッシュをとにかく狙いに行く姿勢とか、途中でも息切れしてもいいし、スタミナ切れてももういいと思って全てをこう出し切って、そういったものがなんか見てる人の心を動かすかなと思うので、そうですね、そういうもうとにかくがむしゃらにフィニッシュを狙いに行くっていうのを見せたいですね。それで引退ということは、まあ、もちろん勝っても、その後出るとおっしゃったとしても、ファンクラスが最後の段階ということなんですけど、それに関してはい、こういった歴史のある団体で最後を迎えられるっていうのは本当に感慨深いですし、本当それしかないですね。でもちろんいろんな団体でベルトを取るっていうのは素晴らしいことですけども、私的には一番歴史の長いところでそういう団体のベルトの方が一番重みがあると思うので、現役が終わってからもすごくなんか大事にできるかなと思っていますし、とにかくだからベルト取って終わりたいですね。はい、よろしいですか。じゃあ最後に、はい、応援してくれる皆さんのメッセージを。とにかくがむしゃらに全てを出し切ってベルトを取りに行きますので、皆さんぜひ見てください。